しい SDGs を研究するウマンチュラボから暮らしに役立つ県の取り組みをお届けします。今週は8番、地産地消で沖縄の経済を元気にする取り組みじゃ。木田さんさん、食べたら頑丈沖縄さんを合言葉に、沖縄花と食のフェスティバルが4年ぶりに開催されます。さあ、待ちに待った沖縄花と食のフェスティバル、1月21日土曜日と22日日曜日の2日間、那覇市の大野山公園を中心に県内各地のファーマーズマーケットとオンラインを併用して開催されます。沖縄の新鮮な農林水産物を見て食べて体験することができるなど、さまざまな催しが楽しめます。いやー、久しぶりの開催にわしもちむどんどんしてきたぞよ。本当に楽しみですよね。それでは会場の屋外と屋内で行われるそれぞれの見どころをご紹介します。マーサン市場では県産畜産物や加工品の試食展示即売、山の市では県産キノコの試食販売や木工製品などの展示販売も行われます。海鮮市場では沖縄近海で採れた水産物の加工品の試食販売が行われ、スターターヤーでは黒糖作りの実演試食のほか商品の販売も行われます。また本島内のファーマーズマーケットが合同で出展し、この時期の旬の野菜が会場で販売されます。一方、武道館では沖縄の農業を支えるさまざまな取り組みをパネルや実物を通して見て学ぶことができたり、いろんな催しも行われるんじゃ。県内で栽培された花、野菜、果物の品評会やフラワーデザインコンテストが開催されるほか、見る以外にも押し花教室や子どもブーケ教室、県産木材で遊ぶ積み木コーナーなど、いろんな体験が楽しめます。それにしてもどこから見て回ろうか今から迷ってしまうの。博士、さらに今年もペア往復航空券のプレゼントキャンペーンがありますよ。ほほ、なんて豪華なんじゃ。詳しい情報はホームページをご覧ください。会場へは公共交通機関をご利用いただくか、お車の方は臨時駐車場とシャトルバスをご利用ください。こちらの情報もホームページでチェックしてくださいね。というわけで今年の開催日は1月21日土曜日と22日日曜日の2日間。あれ、何か現れましたね。会場となる大野山公園に県産農林水産物のマスコットキャラクターイーサーくんがいますよ。手を振って何かアピールしてますね。わしが翻訳しよう。沖縄の皆さん、お待たせしました。4年ぶりの開催となる沖縄花と食のフェスティバル、皆さんもぜひ会場で旬の県産農林水産物の魅力に触れ合いましょう。うまんちゅアニバーサリー、旧暦12月30日はチュシヌユルー大晦日です。旧暦には12月31日がないんじゃ、知っておったかな。続いて県からのお知らせです。沖縄県キャリアセンターでは子どもが就職活動を控える保護者向け講演会を2月4日にオンライン開催します。詳しくはご覧のところまで。令和5年度聖火衛生士試験を4月27日に実施します。詳しくはご覧のところまで。インボイス制度の開始日からインボイス発行事業者となるためには原則として令和5年3月31日までに申請をお願いします。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせじゃ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼント。みんなのご応募待ってるぞよ。番組の感想などツイッターのハッシュタグうまんちゅ広場でぜひつぶやいてくださいね。それではまたやー。